7番菊池宇都夫君ご相談願います。はい、こんにちは。先ほどですね、総務課長いいこと言いました。俺の背中を見ろと。僕はね、前課長がですね、それぐらいの自信のあるですね、発言をしてほしいというふうに思うんですね。まあ、議員もですね、議員は常に背中を見てもらっているんだけれども、どうも見栄えがないかな。それとですね、先ほど岩崎議員がね、やはりいいことを言われましたね。やはり資料館についてはですね、その耐震の問題ではなくて、歴史と文化をどう伝えるのかと、しっかり私もそういうふうに思うんですね。まあ、そういった立場から質問をいたしたいと思います。八丈島歴史民俗資料館の移転について、歴史民俗資料館の移転について昨年の6月14日の総務文教委員協議会の席上で、私は現在の建物の耐震性と平成30年8月までしか利用できないことを考えると、測候所跡への一時的措置として理解したい。次に町は歴史と文化に立脚した町づくりの象徴として整備する以上、そのコンセプトを基本に考えるべきだ。測候所跡は八丈島の歴史を築いてきた人々のなりわいが息づいていない。島の歴史文化民族を展示するという根本的な考察がなければ、後世に取り返しのつかないことになると発言いたしました。町長は睦雄議員の指摘が正しいと思うし、その必要性も感じている。移転した後に資料館をどうするかを考えると答弁いたしました。あれから9ヶ月が過ぎましたが、その後の実地調査並びに事務当局の示した移転のスケジュールと移転予算案の具体策が明らかになる中で、議会の中からもあの場所への移転が本当に良いのか、多くの疑問と意見が出されるようになりました。過日議会で意見書が採択されるなど、事態は思わぬ方向への展開を見せています。私自身の考えについて言えば、あの場所には作るべきではなく、それに代わる具体的代替案の提示をしつつ質問いたします。不適の理由の一つは、冒頭にも述べましたが、環境風致的には最悪の場所であり、見学者観光客においても交通アクセス上の問題や、おそらく予算制約上からのやっつけ仕事になる鉱山は必要であります。目の肥えた観光客を満足させることはまず無理と考えます。町には歴史と文化に立脚した町づくりの象徴として整備するとのコンセプトがありますが、一時的措置の移転であっても、5から10年の間焼却場に隣接する資料館にはその期待は果たし得ないと考えます。理由の2つ目は、示された4つの具体案のうち2番目が可能性が高いと思われますが、7000万円以上の整備費がかかる、レガシーとして町の財産に残らない投資は避けるべきであります。最後に、一時的措置の移転後に本格的な恒久的資料館建設という2段階の計画でありますが、それでは無駄な予算が発生し、財政的にも内容的にも、また時間的にも取り返しのつかない負のレガシーの誕生が予想されます。以上の考察を踏まえて質問いたします。1、意見書でも指摘していますが、貸借期間を平成30年8月21日から数年間延長し、検討委員会を発足させ、資料館整備について
抜本的な検討を委ねるべきと考えますが、どうですか。つまり一時的移転はなしにして、最初から恒久的な建物にする。そのためには丸に資料館が建っている敷地一帯を都から買収し、あの場所に恒久的な資料館を整備したらどうか。丸三、その際現在の木造建物は国の登録有形文化財に指定されていますが、この文化財的価値を既存滅失させることがないよう再利用が図れないか。80年の風雨に耐えた建物にこそ歴史の重みと文化を感じるのであり、コンクリートやサッシ窓、いわんやプレハブ作りには人は感動しないと思います。柱も6から7寸あり、8畳に現存する数少ない木造建築であり、見たところ頑強な建物です。1月に島根県の津和野を視察しましたが、増田市歴史民俗資料館は古めかしい木造であり、耐震構造はまだ未整備でした。耐震構造ってね、皆さんはうろたえるけれどもね、これは地震以来ね、全国にこう起きた概念なんですよね。ですから古い木造の建物がね、そもそも耐震構造で整備されているというのはね、そんなね、あるわけじゃないんですよね。また5、6年前長野県の資料館を視察しましたが、それも風雪に耐えた古い木造で、基礎部分の1階をコンクリート建てにして上部に木造建物を乗せて移築した2階建てでありました。おそらくこれは建築基準法、消防法、耐震構造などはクリアしていることが資料されました。そして壊れやすいものですね。貴重なものはガラスケースに収蔵されて、空調は完備しています。まあ、ついでながらですからね、御蔵島の資料館にも触れますが、これはコンクリート建ての確か2階建てだったと思うんですがね、これも空調は万全でしたね。ですから湿気で毀損するようなことがないような取り計らいがされているというのがね、大体の資料館の陳列の仕方なんです。八丈島はね、残念ながらただ台の上にぶん鍋られていると、そういう状況ですね。まあこれはですね、まあどうにかしなくてはいけないだろうというふうに思うんです。そして八丈町のですね、資料館の材木が再利用に耐えうる材質であるのか、大工や建築主の評価を仰いだらどうかと。まあ、言葉を加えますが、私もですね、私事になるわけだけれども、もう40年前ですかね、大加護小学校の英語文教場をですね、解体して、そして自分の倉庫に使ったことがあるんですね。その他にですね、古民家を1個解体して、やっぱりこれを利用しようと思ってですね、解体したことがあるんです。それから民家も2個ですね、解体もしました。それから建てる方ですがね、やっぱり民家を2個建ててですね、倉庫も2棟建てたと。まあそういうことですから、私もですね、全くの自分の素人ではなくて、これ建築とか木材についてはですね、まあそういう一定の目利きはあるというふうに思っております。そしてですね、財源ですが、そうか、このうち、あれか、祭は投げられたか、これはですね、丸5にして、最後にしましてね、したがって次の丸4に移ります。財源ですが、離島振興法、
この振興交付金ですね、それから有人国境離島特措法、あるいは都の交付金措置、さらにですね、地方創生の関連交付金、こういうようなですね、いろいろな補助支援制度を使ったですね、可能性はないのか、この検討を求めたいというふうに思います。それから5番目、才は投げられた。後戻りはできません。単なる時間の引き延ばしに終われば、議会への批判は当然覚悟すべきであります。議会も執行部とともに知恵を出し、汗をかかなくてはなりません。仮にですね、議会の責任が問われれば、総務文教委員長の私はその訴訟を免れません。私は自分に課せられた職責をしっかりと果たしてまいりたい、その決意を明らかにしたいと思っております。2番目、航空運賃低廉化の仕組みづくりです。平成29年度の施政方針の主要施策の冒頭に、航空路運賃低廉化の実現を目指すとあります。また過日2月10日の全員協議会で、私の質問に町長は、航空路対策協議会、これは仮称ですが、これを発足させると明言いたしました。従来は抽象的な発言や文言に終始していましたが、ここまで明確に踏み込んで29年度より実現を目指すと断言したことを歓迎し、評価したいと思います。八丈町が核も大きく踏み込んだ理由の一つに、有人国境離島特措法の成立があることは疑いの余地がないところであります。昨年12月議会で、私は同法を航空運賃値下げの支援策として徹底的に探求することを求め、合わせてフローチャートを示すべきと質問いたしました。企画財政課長は、新幹線並み運賃が限度額で、不明要素も多くて、工程は示せないと、やや消極的姿勢が見られましたが、一点前述したとおり、全面的に評価できる方針となりました。質問丸1、方針転換をもたらした強いインセンティブは何か、有人国境離島特措法について、何が新しく分かり、どう把握が進んだのか、また、低廉化実現の中身は何か。丸2、航空運賃特別委員会報告の政策提言をどのように具現化するのか。このですね、特別委員会の報告書があるわけですが、ここで8つですね、政策提言をしているわけです。町長はですね、元来、この報告についてはですね、一度にはできないが、できるものからね、一つでも来年度は当初予算に施策化を図るというようなことをずっと言ってきてるんですね。それじゃあ、今回の予算書にですね、どのように反映されているのか、どういう措置を取ったのか、お答えいただきたい。丸3、航空路対策協議会仮称立ち上げについて、これは高く評価したいと思いますが、どのようにイメージして進めていくのか、ここで私、2つ提案したいと思います。一つはですね、航空運賃特別委員会報告、これがあります。このページ19にですね、これ私こうやってお示ししてるわけだから、当然課長はですね、よく読み込んでおられるでしょう。それを前提に進めるわけなんだけれども、これはですね、国交省を調査したときの国交省の役人と我々、委員との問答であります。これ水野恵子さん、
これ読み直してみますとね、やっぱり非常にいいこと言ってらっしゃいますね。先ほどの話の中で中間性組織がありました。国としてアドバイザーの支援があるのでしょうかと聞いたらですね、これ観光庁の方がですね、おっしゃる通りで試験的ですが、長崎県のケースはうちの離島振興課長が行って、うちの方で仕組み作りをするために市長なり有識者なりを集めて話すことから始めて、アドバイザーというところまで行けるかですが、まずはお手伝いするという意識でやっていると。今後八丈島においてもそういう話がうまく進んで集まってもらえばですね、むしろ協力はしていきたいが、まだ制度化していないので、そういうことも含めて制度化、事業化、施策化を含めてできたらいいなということを今検討しているということなんですね。で、水野議員が素材としてはたくさんあるんだが、それをどう生かしたらいいか模索していて、航空運賃のことは客を増やすにはオリンピックもあるし、一つにまとめる中心的な仕組みがあると八丈島も前へ大きく進めるのかなという点を感じるので、国の方で方策を示してもらえないかなと。したら国の方ではですね、やっぱり島に住んでいる人がやらないとダメなんで、外部の人間がいくらアドバイザーとして行っただけでは止まってしまうと、まあ、行くことによってきっかけになって地元の団体が中心になって見つけることだと思うと、そのきっかけを作るためにもちろんご協力をさせていただきたいと思っているというふうにですね、国もですね、やっぱりそういう意欲のあるところはね、本当にね、こう引き上げてね、なんとかこの制度が具体化するようにということでね、一生懸命なんですよ。そしてこういう制度がね、まだ始まったばかりで、そんなに成功したケースがないということなので、私はですね、この協議会をですね、やっぱ国の施策も利用しながらやっていくべきだろうというふうに考えて、そこのところを紹介しているわけです。それからですね、20ページ、これは地域資源に磨きをかけていく事業ということで、海士町の先ほど来お話にありますように、これもやっぱり推進協議会を作って、そういう中で進められている事業です。それから瀬戸内海の大崎、上島というのか、上島というのかな、ここも島発展協議会ということで、やっぱりこうやっているんですね。でこれはですね、地域ならではの観光資源をまだ磨かれてない要素を観光という視点で磨くことによって観光客を誘客していこうという事業があると。で具体的にはですね、市町村が中心になって周りの観光協会や民間団体等が協議会を作りまして、ここが地域資源に磨きをかけていくという事業をすると。策定の計画の策定、マーケティング、魅力の高い着地型旅行商品の造成、まあこういったものがですね、こういうところではこうやられているということなんです。そしてですね、まあ結論として言うのは、国が言うのはですね、協議会が全体としてこの事業を進めるためのおよその金額の切り分けで国が発注しますというスキームを取っていて、自治体が出す場合もあれば、参画する民間団体が出す場合もあると。協議会でないと申請できないということになっているんです。あくまでも協議会という形を作り、地域の観光業者が一丸となって取り組んでいくということが重要となっていくと。もちろん推進力の一つして、行政が入っていないと進まないということがあります。協議会の中の事務局としては、観光協会ということもあれば、自治体の観光課ということもある。まあ、こういうようなケースをご紹介しておきたいというふうに思います。これは国運賃特別委員会の資料です。それからですね、私たちはこの1月にですね、議員視察してまいりましたが、それは萩岩見空港利用拡大推進協議会です。この資料はですね、その時入手して企画財政課長にもお渡し済みですが、施政方針ではね、
東京都航空会社とともに航空路運賃低廉を目指すとありますが、観光関連業者と住民を巻き込んだ協議会づくりが決定的に重要であることが、この資料やケースから指摘できるんですね。したがって、今回はですね、その離島の特措法の支援によってですね、運賃を低廉化させたい、その補助金をもらって低廉化させたいというお考えでしょう。したがって当然東京都とか、航空会社が交渉相手になるんだろうけれども、しかしそれではね、1回だけなんですよ。これは5年間続くと言うんだけれども、じゃあ去年5000円安くしてもらいました、でまた来年3000円安くしてください、そういうね、交渉なんていうのはできないんですよ。1回限りなんですよ。やっぱりですね、本当に航空運賃を低廉化するためには、報告書で言ってる通り、今までですね、離島振興法に期待してやったんだけれども、離島振興法ではなんだね、航空運賃低廉はですね、なかったんです、約束されてなかったんです、私たちに対してね、これ以上何をしろというんですかというような、そういう返事でしたよ。したがって、このまだ離島特措ができる前はですね、私たちの結局行き着いた結論は、観光客を増やしてですね、魅力ある観光地を作って、そうすることによって搭乗客を増やして、今3億円ある穴のね、赤字を減らさない限り、値段なんていうのは下がらないんですよ。こんな状態で値段を下げてくださいって言ったらね、バカ言ってんじゃないよってこう言われるのが関の山で、そういうことが分かったわけですから、なんとかですね、搭乗客を増やす、そのためには魅力づくり、環境をそういう観光地にする、したがってそこにですね、8つのですね、具体的な政策提言をしてるわけですよ。そういうようなことがありますので、冒頭に書いてるようなね、東京都と航空会社で、航空会社とともに、低廉化を目指すというふうに言ってる、このことと、その、かねてから言う協議会ですね、航空運賃を安くする協議会、なんでもいいんですよ、島発展協議会でも。その協議会がね、どういう位置関係になるのかね。したがって、見余らないでほしいなと思っているんですが、見解をお尋ねいたします。教育課長。それでは7番、菊池睦夫議員の1番、歴史民俗資料館についての質問に回答いたします。1、賃貸借期間を平成30年8月21日から数年間延長し、検討委員会発足させるべきの件につきましては、賃貸期間の期間延長は、内覧を行わないという前提で、正式に賃貸の継続要望を打診し、東京都がどのように判断するかということになりますので、現段階では明確な回答はできません。検討委員会の設置は早急に設置いたします。検討内容は、一つは一時時点について、もう一つは歴史民俗資料館を今後どのように整備していくかについてという2本の柱を基本に検討を進めたいと考えております。先ほど一時移転を行わない提案がございましたが、今会期中の結果にもよるところでございますが、現歴史民俗資料館を継続して賃貸借できるかによるところがございますので、検討委員会の中で審議される事項であると考えております。丸2番、資料館が建っている敷地一帯を買収し、
恒久的な資料館を整備してはの件につきましては、検討委員会の中で歴史民俗資料館を今後どのように整備していくかについて検討した上で、案を作りたいと考えておりますので、検討委員会の中でこちらも審議される事項であると考えております。丸3番、現歴史民俗資料館建物の再利用の件につきましては、新資料館につきましては、検討委員会での検討事項になると考えておりますが、再利用する場合は、歴史民俗資料館が登録有形文化財として指定された背景には、指定された部分はもとより、全体の景観を鑑み、登録に至ったものであり、改築におきましても、景観に十分配慮した形で計画を立案し、国と相談しながら事業を進めることが必要であると考えております。丸4、離島振興法、有人国境離島特措法と交付金措置等を活用ができないかの件につきましては、歴史民俗資料館の建物改修を行う場合、登録有形文化財の修理にかかる国庫補助メニューがございます。支援の可能性はあるということで回答させていただきます。以上で回答があります。企画財政課長。はい、私の方からは、菊池睦夫議員、2つ目の航空運賃低廉化関連のご質問にお答えさせていただきます。1点目、これまでの消極的姿勢から何が方向転換させたのかというご質問でございますけれども、町としましては、これまで有人国境離島法による航空運賃低廉化については期待しておりますが、不明な部分も多く、町の財政負担や、他への影響を考慮し、慎重に進めていきたいということで回答してまいりました。ようやく今年1月に国の制度設計も提示され、現在、東京都、航空会社、町の3社で協議を進めております。まだハードルの高い課題が残されておりますが、解決すれば具現化に向けて前進するものと考えてございます。先ほど、水野議員の一般質問でもお答えしたとおり、一定の整理がつきましたら、改めてご報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。2点目、特別委員会の政策提言でございますけれども、各所管課で検討するよう、平成29年度予算編成要項で明示したところでございます。町としましても、搭乗客を増やすことが第一という点では同じ認識でありますので、町の施策と合致するものについては積極的に取り組み、その他については精査し、短期的なもの、中期的なものを整理した上で、今後の施策に生かしていきたいと考えております。具体的な施策でございますけれども、すでに動いているものといたしまして、スポーツ関係では、八丈島スポーツ合宿施設ガイドブックが完成しております。SNS の活用といたしましては、八丈島でスポーツをしようという Facebook を立ち上げてございます。観光関係では、ザトウクジラの調査に着手。Wi-Fi 整備につきましては、公共施設、観光施設11カ所に設置したほか、観光協会ホームページの多言語化も進められていると伺っているところでございます。29年度の新規としましては、インバウンド対応として、多言語化による観光パンフレットの制作、そして、無党議員からのご要望もあります、航空路対策協議会の設置がございます。3点目。航空路対策協議会の立ち上げのご質問でございますけれども、まずは資料をいただいたことに御礼を申し上げたいと思います。萩岩見の協議会でございますけれども、空港のある益田市を中心といたしまして、島根県、山口県、周辺自治体をはじめ、さまざまな分野の団体で構成されている大きな組織でございました。予算の方も島根県からの補助金を主として、自治体の負担金、会費などで、28年度で約2億円が計上されております。
空港の利用促進に危機感を持ち、一丸となって取り組んでいることを伺い知ることができました。ちなみに、27年度の萩石見空港の利用者は約11万9千人、利用率にして 54.8% でした。八丈島の空港はということですと、27年度は、利用者16万3千人、利用率 50% という現状でございます。町としては、協議会の規模は縮小されますけれども、島内の関係諸団体、民間と共同した官民連携組織を考えてございます。協議会独自の社については考えてございませんけれども、情報の共有であったり、各団体のネットワークによる誘致活動、町への政策提言が主な事業になるものと考えてございます。やはり協議会が機能するためには、航空路の維持、利用促進を人ごとではなく自分ごととして考え行動することが求められます。協議会の発足に向けて、菊池務長議員お持ちの具体的なご提案があれば、私どもへお寄せいただければ幸いでございます。以上で回答とさせていただきます。私はですね、最近資料館にね、2回ほど足を運んだり、あの近辺をドライブしたりね、ちょっと散策もしてみたんですね。で、あの一帯はですね、陽明ヶ原というふうに言われているんだけれども、昔陽明が、なっていたとかなかったとか、あるいは向かい里、向こうが丘というんですが、これが勝ってね、もうだいぶ前の話です。富蔵の実記にも書いてあるんだけれども、勝っては大里がね、主たる、栄えた町だったんですね。で、大里からこちらを向くから向かい里というふうにこう言われているんです。で、あの市長がね、いつ頃あの場に立ったのかというのをちょっと調べてみたんだけれども、かつて大里にですね、東町と呼ばれた島の町ですね、陣屋があったわけですよ。その陣屋が明治41年に現在の場所に移転したんですね。ちょうどこの頃、江戸時代のその名主制から町村長制に変わるんですね。全国的にはもっと早かったんだけど、八丈島は遅れて明治41年に町村長制に変わったわけです。そして大正15年にそれまでの東町が市町と呼ばれるようになりました。でですね、明治41年に建てられた最初の建物が、台風か何かで崩壊して、昭和14年にですね、建て直されたのが今建っているあの建物なんですね。で、昭和46年に市長が現在地にご移転して、もう市長も代替わりして、今はもうこちらへ移転してからでももう2回目の庁舎になるわけです。で、あの場所の地理なんですがね、西側にですね、八丈富士が望まれてですね、あの敷地にはですね、高倉が2棟あり、旧市町のレンガ塀の、残ったものが あってですね、から古い諸説の大木があります。それから近藤富蔵のね、没後100年祭の時に私も実行委員の一人として、参画したんだけれども、その石碑があります。さらにですね、あそこには日本の古い道、古道があってですね、一本は元菊屋から広務商店に抜ける、途中には中村商店の裏を通るんですが、ここにですね、元長楽寺と宗福寺があったんですね。
それから大里の方に移転していくんです。これはもう一本の道はですね、三原山の山麓沿いに墓地を抜けて馬路を通って大里に至る道があります。そういう地理の中心にですね、市長があって、その奥に警察が並んで立っていたんですよ。すなわち権力の象徴があったという、そういう地理なんです。あの場所の景観と風致こそがね、八丈の歴史と文化の象徴と言えるんじゃないんですか。そしてですね、私は今回フリジア祭りの表敬訪問で皆さんとご一緒させていただいたんだけれども、最後の8日の日が1日空いておりましたので都議会に行ってまいりました。そこでですね、都議会の議員からもヒアリングをし、総務局とも話をしてきました。でね、教育課長もね、あまり事情に詳しくない。ですね、まず土地は総務局の所管になるわけで、土地の買収ができるのかというふうに聞いたんだけれども、そしたらその担当の人はですね、地元の自治体の意向がね、そういう意思があれば一般的には交渉の余地があると、不可能ではないという、そういう返事でしたね。それから建物、この貸借の延期は決定権は誰にあるかというと、これ新宿の本庁じゃないんですよ。八丈市長の権限なんです。したって、私帰ってきてからね、早速宮地市長長ですか、電話で話をしました。そしたら明確なその整備計画があってね、議会と町が一体となって進めるなら、それも一つの考え方だと、みたいなニュアンスですよ。これは私がこういう表現してるんだけど、はっきりしたことは言いませんよ。決して否定はしなかったということです。それから建物の再利用なんですが、これは国の有形登録文化財ですから、所管は文化庁です。それじゃあ、あそこ壊れて引き払ってですね、そしたら朽ち果てるのを待ってるんですか。そんなことはできないはずなんですよ。有効活用を図ることはね、国民や自治体がですね、義務なんですよ。これ努力しなければいけないんです。したがってそれについてはね、その時の私は都議を含めて東京都の教育庁にちょっと電話してもらったんだけれども、それは可能性があるようなね、あるというような、私は印象を持ってきたんだけれども、しかしこれもですね、これからどうなるかわからないことに関して、それ以上ね、突っ込んだ踏み込んだ調査もできないので、したがってあそこの土地を買収するにしても、あの建物を再利用するにしても、延長させるにしても、これは我が自治体と議会がですね、一つの方向性を出せばね、これは不可能ではないと、私はそういう確信を持ちましたね。したがってですね、まあ、先ほど教育課長があれこれ答弁されたんだけれども、私はね、そんな答弁では満足しませんよ。ですから私はもう自分の足で行って調べてきたことをこのようにしてお話しするわけです。いずれにせよ検討委員会に委ねるということでありますので、その場での議論になるのかなと言わざるを得ないわけですね。さあ、それじゃあどういうふうにして落とし前をつけましょうか。まあ、なんて言いますかね、執行部の皆さんの
見解といいますかね、考え方というのか方針というのはその程度のものなのかと思わざるを得ないんだけれども、ここで一つ町長にお尋ねしたいんだけれども、2月、1日10日全教で質問したんだけれども、7人の委員で検討委員会を構成すると2年ぐらい時間をかけて方向性を出すということも言っているし、ねえ、なんだかんだ任せておいたらいつになるやらわからないようなことですね。私たちはね、航空運賃の報告をね、10ヶ月かけて25回の会議を開いて、そして報告をまとめましたよ。2年も3年もかけてね、やるようなもんじゃ僕はないと思うんですよ。まあ、そのことをですね、強く言いたいと思うんだけれども、どうですか、町長、私が今まで質問してですね、その文化と歴史に立脚したまちづくりの象徴、その資料館を作れるんでしょ、それを作らなくちゃいけないんですよ。そういったことを考えたときにね、測候所あたり、測候所の後にですね、たとえ一時的であるといえどもね、行くということはね、私にはね、断じて考えられない。どうですか、ちょっと何か思うところがあったら答弁してください。それから航空運賃の仕組み作りですが、まあ、この問題ではね、そういう意見の対立はないんだけれども、おかげさまで執行部がね、運賃特別委員会にね、90万の予算をですね、貴重な財源を組んでくださったんですよ。それでできた報告なんですよ。私たちはね、私はですよ、この90万の予算をですね、10倍、いや数十倍にしてね、町へお返しできるという、そういうですね、私はね、今の感触を持っているわけなんだけれども、まあそれはですね、また今からもまあいろいろ出てくるわけなんだけれども、そこのところはっきりですね、課長、大きな口を聞いたんだから、しっかりね、あんたあれよ、ちゃんと数値的にね、あれしてほしいんだけれども、まあそういうようなことがあってですね、航空運賃作りの、航空運賃のその協議会作りにはですね、意見があったら持ってきてくれということだし、その拡大推進協議会に私を入れてもらえればですね、そこで汚い意見を言わせていただきたいというふうに思っています。まあ時間をですね、早めに切り上げてくれっていうね、その筋からの声もありますが、このあたりで終わりにしますが、まあそうですね、じゃあ具体的な質問としては、その資料館についての私が調べて今提案したことについて、町長がですね、どういう答弁をなさるのか、実はこれ重大なんです。今回もですね、一般会計にですね、462万7千円、低圧の回収費と賃借料で組んでるんだよね。今までの回答では課長はね、粛々と予算案が認められれば、これをやっていきたいということを言っているんですよ。私はやってはいけないということをこう、力説してるんですね。そして、全員の議員がですね、ちょっとあの場行くのを待ってくれと、それはそれぞれ温度差あると思います。温度差はあるんだけれども、このままですね、あそこにこの460万の調査費をかけて、調査をしてですね、結局はあそこに一時的な資料館を作るということになっていくわけなんだけれども、それではですね、私が言ったように、財源の財政の無駄遣いにもなるんですよ。
そんなこともありますから。どうですか、町長。ここは男と男の約束をしようじゃないか。どういうふうにする考えですか。答弁してください。7番議員に伺います。航空運賃については質問しませんか。取り消しません。特別質問はしてないんだけど、何かあれば。いやいや、そうじゃない。もうしないんですね、答弁運賃は。で、答弁もしなくていいですね。はい、はい、じゃあ、町長。はい、はい、はい、武藤議員の質問にお答えします。男と男の約束じゃないですけれども、やはり皆さんから今日の一般質問がですね、いろんな意見がございました。そういう中でですね、判断はしていきたいなと思っておりますけれども、先の意見書がですね、全員即控除が、ふさわしくないという意見でございます。また、元の歴民の場所がいいと、その建物がいい、また一部民家でも借りてもいいと、そういうような部分がありますので、私たちはやっぱり、予算提案しておりますので、同規模で、考えて今まで進めてきたということで、急速控除を提案したわけですので、もし一部移転であればですね、私たちも案は持っている部分がありますので、そういう部分も含めてですね、今の確かに武藤議員が市長長寿に確認したことは私も全部確認しております。それと広文議員が言ったように、知事にも歴民は見せております。ただその日程変更の中でですね、町もまだまとまってないわけですから、見てはいただきましたけれども、動向という部分では話しておりませんので、そういう部分も含めてですね、検討委員会に逃げるわけじゃないですけれども、私から皆さん方の一般質問まとめてですね、できれば予算の中で、回答していきたいな、協議していきたいなという部分もありますので、その辺でまとめさせていただければと思います。よろしくお願いします。